今回はこのプレミアムバンダイで頼んでいた受注生産のドラゴンボールカード出す激闘復讐者と絶対神33段34段のコンプリートボックス、これ頼んだやつがちょっと前に届いたので今回はこちらを開封していきます。箱の裏は中に何が入っているかっていうセット内容が載っています。でこれ前回もプレミアムバンダイで私神と神のやつを頼んでいたんですが、今回はどんな感じかちょっと開けてみます。開けるのはここなんだよね、前回も。よし、セット内容、まずバインダーがこんな感じで、このねカード出すのキラキラ感があってすごいいいね。これ光沢感があってちゃんとしたしっかりとしたバインダーになってて、中はこんな感じ、真っ黒裏はザマス様とかいますね。未来トランクス編のトランクスとマイちゃんと、まあ、こんな感じになってます。そしてこのバインダーと一緒に挟まってたのがこのカードはちょっと後で見ていこうかな。であとこれはなんだ、冊子がついてました。これはきっとなんか中に入ってるカードとか、まあ、こんな感じなんだろう、イラスト、まあなんかいろいろ書いてあるなんかいろいろで、あとこれなんだ、ディスプレイの用紙、裏はなんもない、なんかガチャガチャのディスプレイ用紙みたいな感じ。これは何に使うんだろう使い道がないな。あとはこのリフィルね、リフィルがついてます。でこれに入れられるようになってます。あとなんか、あとリフィルのセットの仕方っていう紙がついてました。1枚ずつしっかりちょっと見ていくと長くなっちゃうので、シャシャシャとちょっと見ていきます。で一緒にこのスカウターのやつ、前回も入ってたけど、でこれでここ見るとなんか見える、ちょっと画面越しじゃ見づらいけど肉眼ではちょっとちゃんと見えます。プラス3万って書いてあるのかな。でこういう風に遊べるようになってます。でこのキラのカードはこのペラペラな感じでシールになってるみたいです。でこれはつながります、すごいね。で後ろに回していこうかな。でベジータでしょ、これの邪魔をするなカカロット。あとゴールデンフリーザ、クソベジータ、おお、おお、いいね、ムキムキ。あとこの普通のノーマルのカードはここが全部キラキラしてます。これは映画のワンシーンをこうやってあーなんかすごく懐かしい感じ、映画じゃないか、これアニメかな、アニメのシーンかな、こんな感じです。おお、これいいな、地球はオラたちが守るベジータ微妙にこっち向いてる。うん、あーかわいいかわいい、あシャンパすごくいいキャラしててすごい好きなんだけどこの人もう出てこなくなっちゃったね。あ、ヒット。もう、あ、こんな感じでした。次、じゃあ未来トランクス編いきますか。未来トランクスの方は、こっちもこういったカードがあって、舞ちゃんとトランクス。こっちは極ブラックとザマス。で、これかっこいい。オーベジットいいね。おお、悟空ブラックのロゼバージョンです。はい。で、あと普通の
カードは、おお、未来のブルマ。あ、いいんじゃない。あー、これすごいムキムキすぎじゃない。あ、ゼンちゃんだ、かわいい。お友達になってほしいのね。すごいかわいい。あの、お友達になってもいいけど、ゼンちゃんとお友達になったら大変そうじゃない。すごい、あの、気を使いそうな。悟空だからお友達になれるけど、自分はちょっと無理だわっていう。やじろべえ、ひげ生えすぎでしょ。おお、あ、そう、いないね、もうね、ゴアス様。残念だ。おお、あ、いいね、キラーンって光ってる。仕方なくつける。ああ、もうね、もう今未来トランクス編終わっちゃったからね、まあ、懐かしいなって感じに、まあ、割と最近なんだけどね。ああ、これ良かったね、帰る時。かわいい、もう帰ろう。かわいいんだけど。あ、ハラレちゃんだ、かわいい。あ、え、最後これ。これこの回面白かったな。なんか副音声とかテレビで見るとついてて、すごい面白かった覚えがある。一枚一枚ちゃんとあのスリーブに入れてみました。やっぱり入れた方がなんかすごいいい感じになって、このキラのところとかスリーブ入れちゃったから、なんかキラ感がちょっとあんまりないけど、なくなっちゃったけど、まあいっか。すごいいい感じ。え、これ全部あの入れたんですけど、リフィルが1枚余ったので、このスカウターのやつ入れてみました。で、これ全部入れても、あの、結構ね、あの、余裕がある感じで、もうちょっと入れられそうなんだけど、このリフィルがね、通常で売ってない、見たことないんだけど、これ専用に作られてるやつなのかな。ここになんか入るかなと。でもこれはこれだけでしまっておこうかなって思います。すごい、あの、すごい余裕がある感じです。ということで、今回はこれ買ってよかったな、やっぱり。これね、ドラゴンボールカードダスの激闘復讐者と絶対神33弾と34弾のコンプリートボックスを開封してみた動画でした。それではまたねー。